はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日はゴーレム予備金策ということで紹介していきたいと思います。最近ね、なかなかに流行ってきたんで、今回またこれを改めて動画にしていきたいと思います。最近だと放置でも800万、なんなら人によっては900万、玉球を出せる人が増えてきたらしいので、今回は800万出せる立ち回りということで紹介していきたいと思いますので、ぜひともね、サポートとか、で、あとは自分の装備の準備とか、その辺とかもしっかりと説明していきますので、ぜひとも参考にしてみてください。早速やっていきましょう。はい、というわけで、まずはね、サポートとか、あとは自分の装備とか、あとはスキル、その辺をちょっと解説していきたいと思います。正直いろんなやり方あって、今回紹介するやり方はフラちゃんのやり方なんですけども、様々あって、それ全部解説すると、マジで4時間ぐらいかかっちゃうと思うんで、その辺はですね、動画の説明欄の方に、それを詳しくまとめてあるノートを貼っておきますので、こちらのノートに関しては、今サポートで雇っている会長という方が作ってくれたノートです。ぜひとも参考にしてみてください。というわけで、まずはフラちゃんのやり方を見ていきましょう。まずは無知スキルに関してはこんな感じ。無知スキルはまずは160スキルに悶絶打ちを1、通常は2を入れてると思うんですけども、こちらをですね1にする、というのも1回しか打たないので1でも問題ないということです。170には攻撃力プラス8、180には状態異常成功率をプラス 100%、 これを入れることによってボケとか、であとは自分の状態異常とか、その辺を振りまきやすくなります。あとは大事なのが疾風陣雷プラス 10%、 これがあるかないかでだいぶ火力が変わってくる。であとは悶絶打ちがプラス 5%、 こんな感じですね。であとはこっちの魔物マスターのスキルなんかは、獲物呼びの方向3を180にセット、190スキルに火ダメージ10軽減をセット、ビーストファン2をこちらにセット、あとはビーストファングプラス 1% とか、170スキルに特技のダメージプラス10とか、別にあんまり変わった要素はないですね。で、宝珠に関してなんですが、まず打たれ名人は6で、あとは勝ち時 MP 回復もこれは絶対に6レベルにしといた方がいい。で、あとはこちら気まぐれの追撃なんですが、基本的に追撃する特技って打たないので、もう0にしちゃって、始まりのヘナトスとか、ちょっとこの前やることあって6レベルにしてたんですが、ゴーレムやるときなんかは0にして、で、始まりのヘナトスチャージタイム短縮、この辺に全振り、あとは禁断の力とかもこれ正直なくていいです。そうですね、2レベルぐらいですね。でも身の守り下がっちゃうんで0でもいいと思います。結構守備力響いてきたりするんで、であとは自分が攻撃することってそんなになかったりするんで、力6のために身の守りマイナス30っていうのがあまりにもデメリットが大きすぎる。であとはテンションリンクなんかも6レベルにしておきましょう。本当にいろんなやり方あるんで、自分はこんな感じなんですけども、人によってはもうちょっと変えてもいいと思います。最初にヘナトスが入ることでだいぶ安定させやすくなります。であとは宝珠関連なんですが、疾風陣雷とか、であとはバイキルショットとか、バイキルショット今回使わないんですけども、余裕があるんでつけてるだけ。ただ悶絶打ちとか、この辺は平均的につけておきましょう。であと忘れちゃならないのがこちら、ボケの技巧、これは絶対にレベル6にしてください。これがあるかないかでだいぶボケの成功率って変わってくるんで、とにかくこれは絶対につけるということ。であと装備見ていくんですけども、これに関してもいろんなやり方あって、本当に話すと何時間もかかっちゃうんで、自分のやり方だけ紹介します。まずクラッシュチェーン、これなんかは物質系にダメージ上がるんで、ゴーレムには特効的。また行動時にスカラかかるんで、これも結構おすすめ。で、あとは頭が HP で、体上が守備力で、体下がちょっと直してないんですけども、これも守備力がいいです。なんせ出品が少ないんでね、クソほど高いんですよ今。で、あとは腕なんかはこんな感じのものがおすすめ。ない人は MP 消費なしの埋め尽くしで構いません。攻撃時にルカに入ったりとか、あとは混乱させたりとか、結構相性がいいんですよねこれ。で、あとはブーツ、これなんか見かわしとか不意をつく、個人的には不意をつくときはつくし、つかないときは一切つかないので、やっぱ見かわしの方が安定的にいい感じになるんじゃないかなと思います。で、あとはアクセサリーなんかは鬼人の眼光、倒すとテンションが上がって、で、あとは竜の鱗、ダメージ軽減。で、あとは指輪なんかはできれば断罪の指輪がいい。持ってない人、フラちゃんみたいな人は武人将軍の指輪でも構わないって感じ。さっきも言ったように、そんなに攻撃することってないので、言うても誤差かなって感じ。ただしちゃんと攻撃もするんでね、最後の最後に。あと途中攻撃したりするんで、やっぱ攻撃力は大事ではある。あとはセットとかで、あとはこちらベルトなんですけども、物質系 9% は優先的につけてもらって、でその他にこんな感じの効果があれば最高。幻惑とかヘナトスとかこんな感じ、これがなかなかに刺さるんですね。あとはレプリカードなんかは守備力とかその辺をつけて、攻撃力 HP ともに上げておきましょう。
で、こちら竜玉つけて、であとはハルファスとかこの辺なんですが、ハルファスに関しては守備力の埋め尽くしがいいんですが、まあそんな持ってる人いないと思うんで、まあこの辺も正直、まああったらでいいです。できればつけておきましょう。で、まあこちらなんかはテンション消費なしの方が個人的にはいいかなと思いました。まあ自分のステータスとかそんな感じですね。まあこんな感じでした。まあ、最後にバトルコマンドなんですが、まあこんな感じのものを使うんで、HP リンク使うときは使うし、まあ結局買う人が弱すぎると HP リンクをしないといけなくなるんで、まあこういうのも持ってきて、獲物呼びと、であとボケとウォークライ、まあこんな感じですね。何回も言うようなんですけども、いろんなやり方あるんで、それをまとめてあるのは説明欄にあるノートにまとめておきます。まあぜひとも URL クリックして見てみてください。で、続いて旅芸人ですね。まあこの辺もノート見れば一発でわかると思うんですけども、まあ最近だとゴーレム呼びのための旅芸人というのが結構いたりする。大体そういう人ら雇っておけば間違いないんですけども、まあ一応見ていきましょう。まずブーメラン、幻惑、まあもしくはヘナトス、どっちかおすすめ。幻惑はパルプンテでしかつかないので、まあこういうのは貴重ですね。盾に関してもガード率を上げておきたい。あとはこうやって回線時 50% ですから2段階。これも大事。あとは頭なんかはもうこれに関してはもう持ってる人ほとんどいないと思うんで、あったらでいい。こういうのつけてください。ピオラがかかるとだいぶ効率が変わってくる。あとは回線時スカラとか、まあこういうのもだいぶ変わってくる。で、守備力。で、幻惑ヘナトス。あとは素早さとか、まあその辺。まああとは特技ダメージ上げたりとか、旅芸人に関してはテンション上がってもデュアルカッターの初段にしか乗らないので、まあこれに関してはターン消費なしの方が相性がいい。あとはラストチョーカーとか、まあその辺です。まあバーっと。まあこれはフラちゃんと同じですね。で、続いて踊り子見ていくんですけども、まあこれに関してはヘナトスとか、その辺がおすすめ。左手に関してはヘナトスが乗らないので攻撃で OK。頭は HP。で、まあこんな感じに、まあさっきみたいにあれば、回線時スカラとかピオラとか、そういうのをつけるとおすすめ。もちろんあればでいいです。あったら最高というだけ。で、顔アクセサリー、これ、分かれるんですけども、個人的には鬼人の眼光の方がいいと思っていて、まあ、死神のピアスでももちろんいいんですけども、まあ、鬼人の眼光だとテンション上がって、死神のピアスだとターンがその分早く回りやすくなる。まあ、どっちがいいんだろうな、この辺はちょっと、まあ、もはや趣味になってくるとは思う。また守備力つけたりとか、その辺は全部同じです。まあ、あとは呼び方なんですけども、まず、獲物呼びの方向3をやります。で、その後に3体になるんで、呼んで、5体まで増やしたら、ボケをやって、その後にウォークライをやってから A に疾風陣雷を打って、で、減り具合を見て、また方向3、もしくは普通の獲物呼びをやって、また5体まで増やして、で、最後 H に獲物呼びの方向をやれば J まで呼べるんで、それで J まで呼んだら倒しきる、といった感じ。まあ、この辺に関してもノートにチャートとか書いてあるんですけども、基本的にはうまくいかないです。というのも、必ず呼べるわけではないから、まあ、毎回ね、アクシデントが起こるんですが、それに対応できるかできないかっていうのが、やっぱり玉級に大きく影響してくるところで、まあ、そこをなんとかしましょう。というわけで今回は、まあ、こちら。売り、ゴーレム、玉球、平均800万、250万で売っていきたいと思います。まあ、正直、メタ金の玉球とかを考えると、250万って普通なんですよ、金額的には。なんですが、やはりね、なんか抵抗がある人多くて、未だに需要が増えないんですよね。こんなもん解読だと思うんですけども、需要が少ないから供給も減ってきてというか、供給の方が多くなって、なんか今、120万とかそれぐらいで売る人がいるんですけども、まあ、250万ぐらいで、やっぱり値段の意識をつけていった方がいいかなと思うんで、まあ、今回250万で売っていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていくんですけども、ツイッターで募集出していたら、ツイッターで売れました。で、こちら、まあ料理なんですけども、まずクイックケーキ。これをまず旅芸人に食べさせる。で、踊り子なんかはクイックケーキか、もしくはバトルパッツァーみたいな、まあそういうものがおすすめ。まあ攻撃力結構大事なんで、まあ素早さももともと高いんで自分はバトルパッツァ派です。やっぱ高いお金出しているんで、まあやっぱこうやって、まあさすがにバトルステーキを食えとは言わないけど、バトルパッツァぐらいであれば食べましょう。はい、というわけでね、早速元気玉の方を使っていただきましょう。はい、というわけで使いました。よし。じゃあ早速ね、やっていきましょう。おっと、開幕からゲノミーが出てきました。まあこういうこともある。そう、こういうイレギュラーが毎回起こるんで、もうどうやってか対応してください。まず開幕呼んで、とりあえず5体まで呼びます。で、5体まで呼びまして、で、5体まで呼んだらすぐにボケをかます、ということ。ああ、ここでさらに呼べなかった。ちょっとこういうこともある。そう、こう呼べないとかそういうアクシデント大量にあるんで、なんとかしてください、本当に。で、よし。で、ここでボケ。呼べないとね、その分やっぱゴーレムが動き回ってしまうんで、事故率も増えます。で、よし、ここで OK です。で、あとは、はい、テンションを上げていき、で、あとはなんか倒せそうなやつ。とりあえずこいつに疾風陣雷ぶち込んで、
あとはなんか自分がちょっと死にそうなので、そこもちょっと気をつけながら、死んでしまうとやっぱりいろいろ効率が変わってきちゃうんで、であとはとりあえず5体呼びます。で5体呼びまして、 G まで来た。で仁王立ちしてるんで、ここはすかさずボケを入れて安定させましょう。でよいしょ、笑わすことができました。であとはちょっとあれですね、ちょっと今魅了入ってますね、なぜか。なんかそうそう、こういうこと、こういうアクシデントが起こってしまうんで、本来魅了入るはずのないゴーレムが見とれで魅了が入ったりとか、まあ、そういうことがある。マジで怖い。で、ちょっとここは仁王立ちが挟んでいるんで、一回ここはゴリ押しで一体倒して、であとは H で J まで呼んでいくということで、で J が最後に来たんで、 J が絶対に残るんで、 J を中心に攻撃していきます。まあ、なので、まあ、ここは範囲火力じゃなく J に単体火力で、まあ、確実に攻めていくという感じ でよし。そしたら、はい、はい、1人放置してるとはいえ、よし、まあ、こんな感じにやっていけば玉球は800万超えるかなって感じ。お、なんかおかしな乗り方してますね。おお、よし。で結局なんですけど、動きだけじゃダメなんですよ、ゴーレムで800万出すっていうのは。800万出すのは動きは もちろんのこと、また運、あとはサポートの強さ、これが本当に大事。サポートが弱いと全然800万いかないんで、やっぱりサポートの強さというのはマジで大事になってきます。でちょっとここ危ないですね。あ、ちょっと自分狙われているんで、あーっと危ない。よし、ゲーム枠かかっていたんで今助かりました。やられる前にやりましょう。よし、いいよ。ここでゲーム枠が入るんで、グッジョブです。よし。で、あー残念、またここで誰も呼べない。こういうアクシデント、つきものなんでまた呼べない。これなんでこんな全然呼べないんだ。ちょ、やめてくれマジで。よしよし、とりあえず E まで読みました。 E まで読んだら、変わらずここはボケで攻めていきましょう。よいしょ、1体倒したことが分かったので、ここはさっさともう1体呼んでいきましょう。でよいしょ、 A がそろそろ倒れそうだなっていうのも分かってるし、であとはウォークライして、でここでまた A が倒れてくれたので、まあ、さっさと追加で倒して、で呼んでいきましょう。で OK、 であとは OK、 また G 来たんで、ここは呼んであげまして、H まで呼んだので、とりあえず2体倒しちゃって OK で、2体倒したらこれ H に方向をやればぴったり J まで呼べるんで、まあ、これが一番最高的に効率がいいです。でちょっと仁王立ちとかしてるんですが、ここはさっさと倒していきたいところで、まあ、J をとりあえず最後に現れたんで、こいつにいい感じに、であとは、まあ、ちょっとこの辺 I の方が HP 高いんで、ここは単体火力でこっちを攻めていくで、まあ、ここはグランドクロスで範囲攻撃でとどめということで、はい、また枠前に倒してしまいました。素晴らしい。よし、また行きましょう。うん、まあ今回はうまくいくといいっすね。全てのチャート通りに行けばいいんですけども、よし、とりあえず最初は OK、 このまま一気に5体まで呼んでいきたい。どうだ、いやー、こうなんですよ、なんか最近呼べないんすよね、何なんでしょうか。よし、もう一丁呼んでいき、で、いいぞ、そのままで、守備力とかその辺が高いことによって、まあ、結構癒しのメロディーが頼みなんですよね、回復が。まあ、なので守備力が高いか低いかでそのまま死ぬことと か結構その辺が少なくなるんで、守備力とかマジで大事で、よし、ここでいい感じになってきたんで、よいしょい、で、はい、ここでしっかりと呼べるか呼べないかが運なんですけども、ちょっと待ってください、あ、危ない。よし、大丈夫でした。今の引っかかりマジで怖かったけど、で、あ、ここで一人死んでしまいましたね。グローラさん死んでしまったんですが、とりあえずまあ5体まで呼んで、ここはボケで対応していきましょう。で、よいしょ。で、どうだ？ G まで届くかな？あ、残念、届かない。ここはとりあえずは、この仁王立ちを解除させたいので、よし、ここは一気にこうして。で、あとは、獲物呼びの方向が溜まるまで待ってもいいかもしれません。で、こう倒したんで、はい、ここは方向で最後まで呼んでいただいて、で、あとは、悶絶打ちで、あー、そこまた仁王立ちしてる、まあ、ここはゴリ押しで一気に倒していきましょう。大丈夫大丈夫、テンションも上がってるんでいい感じに倒しきってしまいましょう。で、あとはビーストファングで攻めていく。ちょっと今回ぐだづいてしまいました。まあ、ここはね、ちょっと安定させるためにもボケとかで少し対応していきましょう。で、あとはよし、ちょピンク台風とかも来るんで、よし、いやー、なんとかここで倒したい。よし、 OK です。これで完璧。あ、ぴったりゴーレム湧いてくれました。まあ、いろいろアクシデントあるけども、まあ、動きさえちゃんとやっていれば、あとはサポートが強ければ、まあ、こんな感じに倒せるんで。お、今回は開幕からヘナトスがついてくれました。
って読んで、今回こそうまくいきたいで、よいしょ読んで、D が現れた、 D が現れて、はいもう一丁、はい読みますで、よ、あまた誰もある、もうちょ全然さっきから一回もチャート通りに行ってないわけですから、こういうことです。これを対応できるかできないかで腕前が変わってくる。よしで OK で、ここでウォークライ挟んで、であとは陣雷で一気に火力を出していく。でちょっと危ういので、一瞬待ってから、まあ、どうせ誰か倒れるだろうということで、よし F、 あー残念ちょっと倒れなかったっすね。でよしよしよし OKOK、 ちょっと方向のタイミングがなかなかに、ああいう状態では難しい。でチャージタイム引けてないので方向が溜まりきらないので、まあ、ここはもう単純に獲物呼びを2回で、まあ、ちょっと方向溜まっていれば一気に呼べるんですが、まあ、それができなかったので、まあ、ここは、まあ、一気にこう最後まで呼んでしまうと。でよいしょ、で J が最後に出てきたんで、まあ、J が一番 HP 多くなるんで、まあ、ここは必殺技を J にぶつけて倒していく。であとはビーストファングでよいしょよいしょよいしょと OK、また倒しました。この間にちょっと MP がなくなってしまったので、ちょっと回復も挟みながらゴーレムが湧くまでを待っておきます。あ、湧いてくれました、ありがとうございます。必ず後ろから当たること。はい、また攻撃力を下げました。よいしょ、おーし、いいぞ。まあこんな感じに呼んでいくってことですね。結構考えながらやればもうね、すでに、はい、もう6分も経ってます。結構時間経つのが早い。で疾風陣雷で、おいしょー、おお、なかなかいいダメージ、ちょうどいい削り方ですね。1体減ってくれ、だよし OK、 したら2体呼んで、本当に動くまでに予備運が悪すぎてそのまま倒しきっちゃう時とかあるんで、そうなった時はマイナス50万経験値と考えてください。で5体呼んだので、ここはすかさずボケをぶちかましていくと。よいしょ、で H まで呼んでるんで、最後に H に獲物呼び方向すれば完璧という感じ。悶絶打ちでしっかりとダメージも与えていきます。ん、ちょっと間違えました、ごめんなさい、 K まで呼んでしまいました。ちょっとこういう計算ミスもあるあるですね。まあとはいえどね、倒せるんで、はい、ありがとうございます。あ、でもちょっと遅かったかな、もう湧いてたわ。お、今回は開幕からチャージ短縮を引くことができました。まあ、結構いい感じです。こうなってくると獲物呼びの方向がだいぶしやすくなるんで、まあ、かなりいい感じですね。でちょっと運が悪く踊り子さんが死んでしまいましたが、ちょっとここはいい感じにまた全て倒していきましょう。ちょ、なかなかゴーレムさんにデバフがかからず、結構なんかちょっと崩れかかっております。で G を呼べば H が来てくれるんで、こいつに獲物呼びの方向をすれば完璧といった感じです。倒せそうなやつにちょっと疾風陣雷でちょっととどめ刺しといて、であとはちょっと死にそうだな、もう G に、よしこれで OK、 最後は悶絶打ちとかでフェニッシュ。おい、まあちょっと今回も遅かったかな。まあ少しね、崩れかかっちゃうとやっぱりこんな感じに遅くなってしまいがち。はい、というわけで、まあ残り1分なので、まあここが最後かなっていった感じ。まあこれに関してはもう別に J で止める必要もないので、呼び切ってしまいましょう。でよし、そういうことで呼んでいきましょう。でまあ最後におさらい、5体まで呼んだらとりあえずボケる。でまあボケの結果にかかわらず、まあここでウォークライを挟んでからの、まあ、一番近くにいそうな、なんか基本になりそうなね、そいつ、まあ今回 D に、はい、こんな感じにやっていく。で、まあ、この辺で、まあ、とりあえず1体くらいは倒せると思ったんですが、まあ、今回残念倒せなかったんで、まあ、とりあえずもう適当にぶっ殺しておいて、で、あとは獲物呼びの方向が溜まったので、まあ、ここは B に方向で一気に2体呼んでいきましょう。で、まあ、そしたら、なんかちょっと今回調子悪いですね。ちょっと最後にいい感じに、いい感じに締めくくろうと思ったのに、ちょっとうまいこといきませんでした。で、まあ、そしたら、まあ、とりあえずもう5体まで呼ぶ。5体まで呼んだらとりあえずボケる。もうそれを繰り返し。まあ今回は H まで呼んだので、まあここで I 呼んで、またここで、はい、J を呼びます。で、5体溜まったので、まあ仁王立ち解除目的も兼ねてボケをかましていく。で、まあ今回は K までやるんで、まあここで倒せそうなので F を、まあここでちょっと待機しといて、まあ先読みで呼んでいくと。で、まあ K まで呼べたので、まあここは、よし、悶絶打ちで、フィニッシュ。まあもう少し早いこといけばもう1セットいきましたね。もうここで今ぴったりぐらいで終わったんで、10秒前ぐらいに元気玉が終わったってことは、まあ、もう1セットいけた。というわけで今回の玉木教えてもらいましょう。お、なんか、おおと言ってますよ。いくらでしょうか。
今回の玉木は822万、もう一回いけましたね。なのでプラス40万として考えれば870万とかそれぐらいも狙えるというわけ。しかも今回やたらと予備運が悪くてこれだったんで、まあこれは900万狙えますね。やっぱりサポートと自分の動き方だと思う。もう本当にこれ一番でかいのはやっぱりサポートの強さ。いいサポートを選べればその分めちゃめちゃ効率よく倒せます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのはゴーレム売り金策ということで、まあ最近ね結構流行ってきたんで今回フラちゃんまた動画にしました。これが流行ればだってレベル上げなんてめちゃめちゃ楽なものになるわけですよ。今は需要も供給も少なくて値段が結構高くなっていますが、まあこれがやっぱ需要も増えて供給も増えれば150万でも200万でもポンポン売れて、でそれでお金を出せば経験値が800万ももらえる。まああとは最近結構いるのがゴーレム呼びますとは言うものの高いお金を取ってるくせに、なんか500万とか600万ぐらいしか出せない人が増えてる。まあ、なのでそういった人たち、まあ、この動画を見てね、どこが悪いのか、なぜ800万出せないのか考えてみてください。はい、今回ゴーレムやってみてどうでしたかということで、まあ、聞いていきましょう。とても快適で楽でした。そうですよ皆さん、まさにこれ、本当にこれですから。メタキンとかだって、まあ、玉球360万買うのに今180、150万ぐらい出すわけじゃないですか。結局あれって放置しないっすよね。自分でお金払って自分で動いて玉球360万ぐらいなわけっすよ。ところがゴーレムの場合だと、まあ、同じぐらい、まあ、もうちょい高値のお金を出して完全放置で玉球800万もらえるわけですから、この放置できるということがとてつもなくでかい。まあ、なので皆さんもぜひともね、買ってみてください。マジで楽なんで。もちろん売る人はフラちゃんみたいにもう最強のサポートやっとって。で、まあ、自分もね、できる限り、もういろいろもう最低条件はもう完全にクリアした状態で。お、なんか追記で言ってますよ。200万でこのクオリティなら納得ですって言ってました。まあなので、まあ要はそういうことですよ。はい、というわけで今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。